今回は福岡市中央区天神にある IVF 永田クリニック公認心理師の谷尾康子先生にお話を伺います。先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。教えて先生は女性の体とこれからを考える情報誌ラシゴーニュの編集長が専門家の先生にインタビューするコーナー。そして今回お世話になる先生は IVF 永田クリニックの公認心理師谷尾康子先生。クリニック内で日々患者さんの心のケアに取り組む谷尾先生にいろいろとお話を伺います。先生今回は心の感じ方というテーマで、はい、詳しくお話を伺いたいと思います。はい、はい、先生心のお悩みというのは、はい、その状況に応じて解決方法っていうのは異なるものなんでしょうか。はい、まあ、状況に応じてっていうと、まあ、その方の状況っていうところもあると思うんですけれども、なんかその方の中でも、まあ、お仕事してるその方もいらっしゃったり、まあ、いろんな顔がプライベートの顔だったり当院に通われている方だと、まあ、治療に来られている方、いろんな顔を持っていらっしゃると思うので、まあ、状況として解決方法が違うのかというと、まあ、その方に合わせていろんな解決法があるのかなというふうに思っています。お悩みに対する解決策っていうのがありますか。はい、プロの手を借りるっていうのも一つそうですし、自分に問いかける質問するっていう一日のスタートを取られることをおすすめしてます。で、まあ、ちっちゃなことでもいいです。例えばそうですね、まあ、レシートお買い物した時にレシートの金額が777ゾロ目だったよとか、ちょっとこう道端にこう顔を向けた時に、あ、綺麗なお花が咲いてるなとか、なんかこう今日は信号一回もかからなかったよとか、なんかそういう些細なことでもいいので、それが気づけるようになんかなってくると、まあこう楽しい出来事とか自分を癒す出来事っていうのが結構いっぱいあるんだなってことにこう気づきがあるのかなと思います。じゃあこの一日を振り返って、あ、今日はあんなこともこんなこともあって、うん、こんな不思議なこともこんな楽しいこともあったっていう、うん、はい、そういう思いをこう、うん、もう一度振り返るっていう、その時間がとても大切ということですね。そうですね、意識すると結構こう発見があったりするんですよね。なんか例えばそうですね、自分の興味がバッグとか靴とか小物類がすごく好きな方だと、街歩いてる人見た時に、あの靴かわいいなとか、あ、バッグかわいいなっていうふうに思うと思うんですよね。ただ全然興味のない方って、あの人どんなバッグ持ってたかなとか、どんな靴履いてたかなっていうのは分からないと思うんですよね。なので、まあ、1日のスタートに、まあ、今日どんな楽しいことがあるかな、いいことあるかなっていうのを、まあ、自分に質問するっていうところがポイントかなと思います。なんかこう世界の見方が変わるっていうこともありますよね、うん、そうすることで。そうですね、はい。先生例えば日々のこうクリニックの中で相談に来られる方っていうのは、はい、具体的にこうどんなお悩みを抱えていらっしゃってるんでしょうか。はい、まあ、クリニックに来られてる方なので、基本的には赤ちゃん欲しいなと思ってできなくて、こう問いの門を叩いて来られた方なので、まあ、治療に関することが多そうには見えるんですけども、半々ぐらいか、治療に関係ないところで来られる方も割と多くいらっしゃるかなっていう印象はあります。まあ、ご家族だったりすると、お姑さんとか、あと小姑さんですね、がこう、 うまく関係性が取れなくて、もう会いたくないんだけれどもどうしたらいいかなとかですね、やっぱりこう周りの人間関係だったりっていうことが多いかなというふうに思います。そういう時はこう実際には例えばどういったアドバイスをされているんでしょうか。まあ、基本的にはその方がどういうふうになれたらいいなっていうところを最初にお伺いして、そこをゴールとして、じゃあどういうふうにしていこうかっていうところをお手伝いするっていうところなので、本人さんが望むところを一緒に目指すという感じ
だと思います。じゃあ、あの先生の方から、まあ、ある意味その一方的なアドバイスということじゃなくて、はい、その患者さんと一緒に、はい、この方に合った解決方法を一緒に見つけていくという感じでしょうか。そうですね、うん、やっぱり一番は自分を大切にっていうところなんですけれども、それでもその自分を大切にする上で一番近い例えばご主人だったりっていうところの方々がやっぱり切なくなってしまってはまたそこも悪循環につながってくるので、そこはすごく気をつけながら、あの確認をしながら、あの解決策を見つけていくっていうことをしていきます。うん、あの周りの近くにいる方って実は頼られない方がちょっと切なくなるっていうところもあったりするのかな。頼られることでなんかこうその頼られた方もすごく良かったなって思うかなっていうところもあるので、ぜひこう周りを見合わせていただいて、なんかこう助けてとか聞いてとか頼れる方をですね、一人でもいいので見つけていただくっていうのはすごくいいかなと思います。この自分で抱え込みすぎるんではなくて、もしかしたら周りの人もこう相談することで、はい、逆にそのこう相談してくれたことを嬉しいと思ってくださることもあるということですね。はい、そうですね、うん、なんかそこの価値観のすり合わせですね、なんかそこもカップルとかご夫婦だと大切なポイントかなと思います。価値観のすり合わせですね、はい、あなんかだから言わなくても分かるでしょうっていうような考えじゃなくて、やっぱりちゃんとこうしてほしい、こう言ってくれたら嬉しいっていうことをきちんと伝える、伝え合うということが大切だ。そうですね、コミュニケーションにおいてはそれはすごく大切なことかなと思います。先生、あの今回はその心のすり合わせ方、価値観のすり合わせ方というとても興味深いお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。お知らせの後は耳寄り情報です。